5月1日は働く者が力を合わせ生活向上、住みよい社会を作るために立ち上がるメーデーです。この背景にあるのが毎年米軍へつぎ込まれている2000億円もの思いやり予算であります。生活できる賃金を基調なくし平和の気が、はい、ありがとうございました。すべての国民が安心して暮らせる社会を作るため団結、頑張れ。